やハロー、どうもこんにちは、町田ジョギンハマーです。はい、現在10月11日月曜午後4時半になります。はい、今日はうちの母仕事ですのでね、こうやってアニメリアクションタイムでございます。はい、頑張れ同期ちゃん4話をね今見終えてアップし終えたんで、ここからは転生したらスライムだった件14話いきたいと思います。でも自己紹介はもうね、僕はもうリンク貼りました、さっき撮って、また取り直しますけどね。はい、よかったらそっち見てください。ただ簡単にやっておきますと、はい、僕はマジラジョギニハマーと言います。瓶乗ってジャグリングしてハーモニカ演奏してタンバリン叩く世界唯一の技の持ち主で、この本の著者でもあります。月曜から夜更かし、目覚ましテレビ、あと探偵のスクープには4回出てます。あとライオンのグータッチという番組では動画大賞も取っております。はい、プロのパフォーマーです。現在はコロナの影響で、仕事がなさすぎて1年8ヶ月ほどアニメリアクション1年7ヶ月かな頑張ってます。はい、もうもろもろ全て下にリンク自己紹介貼ってますんでね、ぜひよかったら見てください。一応ワンルームで母と同居中ということで、そんな理由とかも全部貼ってますんでね、お願いいたします。はい、みんなでアニメ楽しんでいきましょうということで、転生したらスライムだった件14話 D アニメストアです。いきましょう。はい、3、2、1スタート。さあ、オークロードと、リムルの戦いが始まるんかな。ここから14、15、16話を取っていきます。ついにオークロードがね出てきましたね。引導を渡してる。そういえばオープニング変わってへんな、14話やけど。変わってんのかな、どっか。ガビルが意外とね、見直す部分がありましたね、13話は。ゴブリン隊を守ってね、なんか密集陣形かなんか取って、ね、そこにゴブタが救出抜けたけど、ゴブタは主と思ってたもんもないですしね。で、狩猟とガビルの妹がね、ソウエイの強さに顎ガーンなってたもんかったですね。こんな顔になってましたね。全てを食らうもの。なんか来た。ああ、ゲルミュートや。トレーニーから逃げてきたんやね。大賢者。新たな魔王を作ろうとしてた。
でっか。ワイン飲んでたんですから。お。あっさり死んでもうたな。やっぱまあ魔人やから強いのは強いんか。さすがやね、リムル。簡単に止めてますぜ。多分全てを食らうものってリムルのことかな、今回の。回復薬や。こうしたね、したね。おお、ボディーブロー。あれ弱いな。食うんちゃう。ゲルド。あ、やっぱそうやね。あれ、これ8話やったっけ？おお、やっぱりそうなったか。あっさりやったな、アゲルミット。食うんちゃう。これオークロードむちゃくちゃパワーアップするやろね。
魔王になったのこれで。あ、こっちか、サブタイトル。お？え？ジュラハンみたいな感じやん。まさかそんなすぐ回復するとはね。黒煙国。黒稲妻か。いや、全然聞いてへんぞ。あ、聞いてなくはないのか。あ、クエと。大賢者、オートバトルモード、おっと。
イフリート？大賢者って、逆に食うんやな。おお。なんかこの姿久々見た気がするな。やっぱサブタはこっちやね。かっこいいね。食らうものだ。これは多くの子供たちか？自分の腕を。王やったよね。ああ、ほんでゲルミットに。
あ、エンディング変わった。うわ、静や。お、田所あずささんや。いやー、ちょっと最後しんみりというか、うん、あのオークディザスターにそんな何裏があったというか、うん、まあゲルムッドはもう完全にね、なんかカマセイヌの雑魚でしたね。上位魔人ですかとはいえ、うん、なんやろうね、あのシズさんの時もそうでしたけど、最後にそのね、幸せな幻というか、あれ夢かなね、見て穏やかにこう成仏というかね、するのはグッとくるもんがありますね。そうか、ゲルドさんね、王様やったんですね。多くの飢えた子供たちを助けようとして自分の腕上げたりだとか、そのね、どうにかしようと、国をどうにかしようとしてジュラの森に向かったところで力尽きてゲルミットに今操られたと。まあそれより全員を植えるものにしてしまった罪で、植える者たちがいろんなものを食ってしまった罪をね、リムルが全部食ってやると。そして最後にあのね、穏やかに消えていく姿は非常に良かったですね。グッときました。しかし大賢者って強いんですか？なんか今までリムルの脳内で語ってる人だけやと、人なんかよう分かりませんけど、だけやと思ってたんですけども、大賢者の出番だ、ちょっとそこが分からんかったです、すいません。うん、でまあまあ最後に、あとはもうオーガたちもね、忠誠を受け取ってくれますから、なんかね、そんなんで、また、今後も一緒に行くと、行く、うん、仲間ってことで。まあ、シオンも良かったですね。秘書や、言うて、相変わらずが胸、頭に乗っけてね、良かったですね。うん、いや、まさかこんなしんみりさせられるとは思わんかったな。なんかもっとこう、オークロードがね、あの、何、極悪なやつで、うん、なんか、もっと苦戦して、倒して、よっしゃ、みたいな、そういう感じだと思ってたら、こんなしんみりさせるとは思わなかったです。うん、これたまに来るいい話ですね。はい、ということで転生したらスライムだった件の14話でした。どうもありがとうございました。またチャンネル登録や高評価などなどよろしくお願いします。はい、で、今はね、もう僕はあの大道芸人パフォーマーですけれども、仕事がほんまになくなってしまい、まあ、貯金尽きるまで、このアニメリアクターね、全力を尽くして今頑張ってます。もうマジでずっと2桁再生ですけどね。うん。もうほんまにあの折れまくってる心をなんとかつないで接着剤何本使ってんって言われてね、やりながら、そんな中で1426本、まあトータルしたらもっとですけどね、多分1500本は消したと思いますけども、うん、まあまあこの何ですか、理不尽なね、著作権警告侵害にも負けないように、まあまだね、言うても1300本400
本、1300本ぐらいはね、昔の動画とかあるんで、どこから急に警告来るかわからんだけに、まだね、アカウント停止の恐怖は全く消えてはないんですけども、まあ諦めずに頑張ってますんで、ぜひ応援してやってください。はい。で、まあ本業は大道芸人パフォーマーですから、僕の PV だとか、過去のパフォーマンス映像だとか、ジャグリング講座、ジャグリング練習動画とかね、いっぱいアップしてますんで、そちらもぜひね、合わせて再生していただけたらね、と思っておりますんで、よろしくお願いします。はい。以上、マジ大道芸人浜田でした。